平野翔が着るだけで瞬間完売。ルイス・ヴィットンポロシャツの驚異的な人気の秘密ドットルイス・ヴィットンデニムパンツの魅力を解明ファッションの世界で一瞬にして注目を集めるアイテムは多く存在しますが中でも特別な存在感を放つのが平野翔さんが着用するルイス・ヴィットンのポロシャツです彼が雑誌「エルジャパン、8月号特別版の表紙でこのポロシャツを着た瞬間 それはままるでで魔法ののようににルイイス・ビットトンの公式ウェブサイトで瞬く間に完売しましたなぜこんなにも彼のファッションが注目されるのかそしてその背景にはどのような物語があるのかを掘り下げてみましょう平野翔さんがルイス・ビットンのアンバサダーとしての役割を果たす中で彼のファッションセンスとブランドへの影響力は非常に高く評価されています 特に彼が着用するアイテムは SNS 上で大きな話題となり、多くのファンやファッション愛好者たちから称賛の声が寄せられます。彼が身にまとうだけで、アイテムの魅力が一層引き立つという現象が起きるのです。彼の若々しさと宣伝されたスタイルが、ルイス・ビットンのクラシックでありながら現代的なデザインと見事に調和し、他にはない魅力を放っています。 このポロシャツのデザインについて詳しく見てみましょう価格は6万4000円で上質なコットン素材から編まれておりネイビーブルーの色合いが落ち着いた印象を与えますシャツの左胸にはマキュエル・ドット・ビットン・デ・ポージという刺繍が施されており細部へのこだわりが感じられますさらにボタンにはパールエフェクトが施され最上部のボタンには LV のロゴがあしらわれています ポプリン素材の襟や白い縁取りのラグランスリーブなどデザインの細部に至るまで繊細な美しさが追求されています平野翔さんがこのポロシャツを着用することで彼の魅力とルイス・ビットンの洗練されたデザインが完璧にマッチし多くの人々の心をつかんだのです彼のファッションセンスは単なるトレンドを超えて時代の象徴ともいえる存在となっています彼のスタイルは 若者から大人まで幅広い世代に影響を与えファッション業界全体に新たな風を吹き込んでいますこのポロシャツが完売したことからも分かるように平野翔さんが着用することでアイテムの価値が飛躍的に高まるのは間違いありません彼の影響力は SNS を通じて瞬く間に広がり多くの人々が彼のスタイルを模倣しようとしています彼が着るだけで アイテムがただの服から特別な一着へと変貌を遂げるのです。また、このポロシャツは他のアイテムとも見事にコーディネートできるデザインが特徴です。例えば、ルイス・ビットンのデニムパンツと組み合わせることで、さらにスタイリッシュな装いを実現することができます。このデニムパンツは、9万3千円と高価ではありますが、その品質とデザインは価格に見合うものとなっています。 白いデニム素材にゴールドのステッチやメタルディテールが施されており、VVN レザーのラゲージラベルがさりげなく腰回りにアクセントを加えています。このようなディテールは、ルイス・ヴィットンならではのクラフトマンシップとデザインへのこだわりを感じさせます。平野翔さんがルイス・ヴィットンのデニムパンツを着用すると、彼のスリムな体型とパンツのフレアデザインが相まって、 非常にエレガンントでありななががらモダンなスタイルが完成します。彼のファッションセンスはシンプルな中にも個性が光るスタイルを追求しておりそれが多くの人々に支持される理由の一つですルイス・ヴィットンのアイテムはその品質とデザインだけでなくブランドの歴史と伝統をも感じさせるものです例えばデニムパンツに使用されている VVN レザーのラゲージラベルは ルイス・ビットンのトランク製作の伝統を象徴しています。このような歴史と伝統を持ちながらも、現代のファッションシーンで常に最前線を走り続けることができるのは、ルイス・ビットンの強みと言えるでしょう。さらに、平野翔さんがルイス・ビットンのアンバサダーとして活動することで、彼自身のブランド力も高まっています。彼が身につけるアイテムは瞬く間に注目を集め、 多くの人々が彼のスタイルを手本としています彼のファッションセンスは単なるトレンドを追うものではなく自分自身の個性とスタイルを表現する手段として機能していますこのように平野翔さんとルイスビットンの関係は単なるブランドとアンバサダーの関係を超えています彼のスタイルはルイスビットンのアイテムを通じて新たな魅力を引き出し ファッション業界全体に影響を与え続けています彼のファッションセンスとブランドへの愛情が多くの人々に感動を与え彼自身の魅力をさらに高めているのです最後に平野翔さんがルイス・ビットンのポロシャツやデニムパンツをどのようにスタイリングするかについても考えてみましょう彼のスタイルはシンプルでありながらもディテールにこだわることで 一見シンプルなアイテムを非常に洗練されたものに変えることができます例えばポロシャツをデニムパンツと合わせるだけでなくアクセサリーやシューズを工夫することでさらに個性的なスタイルを演出することができます彼のスタイルを真似したいと思う人々にとって重要なのは自分自身の個性を生かすことです彼のファッションセンセスは 自分自身をどう表現するかを考える上でのヒントとなります彼のスタイルを参考にしつつ自分自身のスタイルを見つけることが大切ですこのように平野翔さんとルイス・ビットンのコラボレーションはファッション業界に新たな風を吹き込み多くの人々に影響を与えています彼のスタイルとブランドのアイテムが見事に調和することでファッションの新たな可能性が広がっているのです これからも彼のファッションセンスとルイス・ヴィットンのアイテムに注目していきたいと思います。彼のスタイルがどのように進化していくのか、そしてそれがファッション業界にどのような影響を与えるのかを見守ることは非常に興味深いことでしょう。平野翔さんとルイス・ヴィットンのパートナーシップがこれほどまでに成功を収めている背景には、いくつかの重要な要素が存在します。まず第一に、 平野さん自身の魅力とカリスマ性です彼の自然体でありながら洗練されたスタイルは多くの人々の共感を呼び起こし彼自身が持つオーラがルイス・ビットンのアイテムをさらに引き立てています彼が身につける服はただのファッションアイテムではなく彼自身のアイデンティティの一部となっています彼のファッションセンスは個々のアイテムが持つ美しさを最大限に引き出しつつ それを自分自分身のスタイルとしてて統合する能力に長けていますこのようなセンスはファッション業界でもケアなものであり彼が着用するアイテムが瞬く間に完売する現象を引き起こしていますまたルイス・ビットンのデザインと品質もこのパートナーシップを支える重要な要素ですルイスビットンは 長い歴史の中で培われた職人技術と現代的なデザインを融合させたブランドであり、そのアイテムは常に高い評価を受けています。例えば、平野さんが着用したポロシャツは、ただのカジュアルウェアではなく、細部にまでこだわり抜かれた一着です。その繊細な刺繍やボタンのディテールは、見る人に高級感と特別感を与えます。